エールズ自陣38ヤードからセカンドダウン15、攻撃権更新には15ヤードの前進が必要です。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック11番、ここで再びパス、しかしこれを取ったのは佐藤建設26番、攻守交代、ターンオーバー。